はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で最近ですねYouTube でピオキングって入れたらトロールって出るようになったってちょっと前の動画で言ったと思うんですよ。でもう一個出るようになったんですよ。ピオキング、マリオメーカー、トロール一緒じゃねえか。まあまあそれじゃあねこのコースやっていきますか。オトラ別の CP1 って書いてるんですけど、まあ意味はよくわかんないですね。まあいつも通り、うん全然わかりません。クリア率はね 1.07% で結構難しい部類に入ると思うんですよね。うわあ危ねえ。いやいやいや今のはわかんない。これさそこ見に行ってどうしよう。下に避けるしかねえ。そしてねこれはかぶっていったら多分、いやかぶっていかのさ右の雲乗れないんでかぶっていきます。オッケー。そしてここで、はっ、はっ、何今のえっ、あっ、ちょっと待ってね。じゃあこれ一回当たらないけんのじゃない。こうドッスンに当たってこういく。多分これで合ってる。うわ左上これめっちゃ気になんない。これ出した瞬間ドカー入るね。はい、孔明かなんかあると思うじゃんここ。そしたら普通にキラーが降ってくるみたいな、なんかめっちゃ地味なやられ方しましたけど。そして次はオンオフがあるね。これオンオフをしていこっか。なんかね線で行ってもいけそうなんですけど、ちょっとしますね。していって地味それじゃあここオンオフ線でいくね。オンオフ線でいってあら、この四角になんかあんのかな。おお来た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 。うわこれで下降りていいよね。降りて危ねこれなんかあるばいきっと。分かって、あーちょっここで一回こう普通に行こうね。ここ普通に右行きます。そしてこれは降りて、降りた瞬間なんかねジャンプする。降りた瞬間ジャンプ、これは持つでしょう。持ってからの上押す。これあえて上押そっか。あえて上のオンオフを押します。でジャンプ。あの上ブラパいるの見える。あっちの方ちょっと蹴ってみるね。蹴ってみるっていうか上に投げてみるね。あっ、わ来た来た、やったぜちょっと待って、これ左上怪しくない。ここうわっ、ねくね、ここあれだね、上に投げて、ちょっなんかこの辺バネかなんか隠されてんのかな。こっから上投げよっか。オッケー。そしてここ上はもうダメだね。上行ったらダメなんで、なんかブラパいるんですよ。見える？ここ、これ多分ね出てくんじゃない。でももう走っていくしかねえ。これ多分走っていくしかねえ何もならんねえ。じゃあこれ叩いて、叩いて左避けますね。叩いて左、あっ、あ、ちょちょ、いやいい、オッケー、ちょありあり、ちょちょこれさっきね左上の50コインのところのハテナブロックあるやん、あそこに行けるようになってたっぽいんですよね。なんでここに行きます。そうここに行く。多分これで合ってる。やったー、危ねえ、いやちょ大丈夫かなんだっていうの分かるわけねえじゃんか。それでさっきさあのバネが出たと思うんですけどね、あのバネのところ止まっておこう。でここで止まっておいたら大丈夫。じゃあオッケー、ちょっもう引っかからんばい。ここは丸々が出てくる前にこっちに行く。そうちょっここだね。ここをどうやってくぐり抜けるかだね。どうすればいいのこれ。いや無理、あっ、あ、いけたいけた。でこれ下でいいよね。ちょっと左手オンオフしてみる。うわ意味ないね。ちょっとこの下行ってあのドアに入ります。オッケー、来ました次のコース。そして中間ポイントだね。まあ一応こっちしか行けないからここ行こっか待って、いやちょっと待って、みんなすげえ嫌な予感がするこの土管。いや大丈夫、大丈夫くせえ。そしてここはオンオフをしてすぐ右に行く。あぶね、わっはっはっはっ、バカめいや罠に引っかからなかったよ私今。いやこれで次に行けたね。なんか今回調子いいね。あ、やべ、ジャンプせないかじゃあここビーム出ないってことが分かったんですよね。そしてこのオンオフしよう。よし
そして上に行く感じね。うわ、これはパワーブロックを持ってこの子倒そっか。倒します。多分こうせないけんもんね。うわ怖え、うわめっちゃ怖え。で上行くでしょ。うわまたいるまたいるよ。これ叩いた人の勝ち。なんだ叩いた人の勝ちって待って待って、ここの行き方がねマジわかんないんだよね。この子踏んでいけるのかな。あ、あれあれ、え、なんこれ。は、待って待ってえ、なにこれ。え、みんな知ってたこれ。え、すり抜けれるんだけど。うわ意味わからん。え、どうなってんだろうね。まあいいや、これで倒せるのか。うりゃやったぜ。あ、待ってじゃあここは普通に投げてこのまま行こっか。多分ここで変わる。オッケーで、ドアに入って、うわ、どうしようか。ここは普通に多分変わると思うんですけど、この人画面普通に行きたいよね。一回も罠の引っかからずに一回ぐらい行ってみたいよね。ジャンプ、オッケーで、ここは、うわ、どうしよう。うわ、悩ましい。いや、邪魔。早く行けってことが分かった。オッケー、うわ、ここでどうしよっか。これ下って書いてるね。もしかして土管がある感じ。お、見ましたか見ました、皆さん。これがちょ待って、多分食べないか。オッケー、そしてここ。いや、ちょっと待って、この音楽はまずい。ちょよしよしよし、降りさして、よし降りさして、よし降りれねえのこれ。よしから降りれねえ。ちょ待って、くっ、よしマジで降りれん。あ、ここで当たればいいのか。で、こう、よし、これでいける。邪魔くせえお前か大量発生してんじゃねえよ。多分ね、よし手に入れた後にね、ここでよしジャンプする、これでいいと思うんですけどね。うわ、ハテナブロックが悩ましすぎ。まあ、普通に行ったらいけそうだよね。ちょっと普通に行きます。多分ハテナブロック、いや叩いてみよっか。いや、ブラパ出そうだね。多分ブラパが出ると思う、ここなんで。無視していきますね。そして次は、あ、ちょっと待って、これは上で合ってるんじゃない。さっきみたいにすり抜けできないかな。なんで？いや、でも読めた、読めました。ブラパが出るかもしれんって言ったところの、ハテナブロックがあるじゃん。あっからね、多分キノコかなんか出てきて、でブンブンに当たって土管に入るみたいな、多分そういうね読み。当たるよきっと、見てて。いやー、ここはね多分キノコかなんか出てくる。あ、この左下にね、あれ見える、オレンジ色のキラーが見える。うわ、どうしよう、左行って、なんか来るんだ。ちゃうちゃういやいやいや、待って待って、え、じゃあどうやって行けばいいんだろう。あれあれ、なんか変わってるね。あ、待って、謎すぎ。え、なんだろうこれ、避け続けたらどうかなんのかな。え、どうすればいいんだろう。歩いていけってこと歩いていけばよかったの。いや、さっきとなんか違うやんね。ちょ、またさっきと違う。あ、中間ポイント2って書いてる。いや、熱いよこれ。え、マジで。で、パズルって書いてるね。いや、このまま行きますね。うわ、楽しみだね、パズル。うわ、どんなんだろう。うわ、難しそう。ちょっと待って、これ、ま、相当苦手なやつ、なんか出てくる。うわ、コインか、よかったコインで。とりあえずハテナブロック叩いてみるね。これピンポンで合ってるし。パウか、これは、こっちなんもないね。このコインはなんもないね。ちょっとどこもいけんくせ。なんで、もう左、あ、え、なんか起きたの今。とりあえず左行ってみるえ、なんかもう訳わかんねえんだけど。絶対やべえやつ、これ絶対やべえやつやろ。あ、週間ポイント取ってる。あれ、やり直しかな。なんかやり直しっぽいね。多分ね、ここでやられていいっぽい。多分これで合ってる。
で、ここで変わってるんだよね。多分下に落ちるよ、ほら。ここまでは多分合ってると思うんですけど、ここで亀吉取ろ、亀吉取れるはず。ここ、この行きか、ちゃーもう嫌い、あいつ。ここまで戻ってきましたいや、マジでね、難しい、ここ。でもね、もう分かったよ。ここはね、一旦左行くでしょう。そしてブラパが行くの待って、ここキラー出てくる、それを待ってこの甲羅を取る、これが正解だね。で、入って、で、ここでジャンプしていくと思うんですよ。もうこれしかないもんね、ほら。いや、来た、いや、これ絶対来たよ。そして、え、なんこれ。いや、これで多分ね、オンオフが変わってるのは変わってるんですよ。あ、ミスった。いや、マジミスったね、今。あの、土管入らないけんっぽいね。オッケー、来た。で、ここで土管に入る、これが正解っぽい。ほらほらほら、ファーストってきてる。うわ、これは大丈夫、何もしないでいいね。ただファースト早く行けって感じでしょう。オッケーオッケーオッケー、早く行きます、早く行こう、早く行こう。はーい、もうちょっと手伸ばせよマリオ、手伸ばしたらいけるでしょそれ。絶対これやり直しパターンじゃない。うーわ、ファーストっていう言葉に騙されました、私。またお前か、待って、これ中間ポイント取るやつじゃない、大丈夫、これ中間ポイントあるでしょ。来た。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。